皆さんこんにちは、写真家の瀬尾拓道です。今回はですね、清里を中心に様々な光を切り取っていきたいと思います。お楽しみください。ではご覧ください。これやるとたまに鳥が集まってきます。Thank you.
Thank you.
ご覧いただきありがとうございました。今回はオルゴールや、また冬から春に向けて少しずつ雪が溶けている森の中を撮影してみました。お楽しみいただけましたでしょうか？ではぜひ次回もご覧ください。ありがとうございました。